十一月十九日木曜日の天気予報です今日は傘は置いてお出かけできますがこういったストールなど上着は忘れずにお持ちください昨日からの雲の様子を振り返っていきますと広い範囲に雨を降らせた雲は東へと抜けていって日本列島は晴れのエリアとなっています新潟では朝一時的に雨が降るところはありますが昼前には天気は回復全国的にも日差しの戻るところが多くなりそうです また夕方岩手の一部で雨が降りますがその他の各地は夕方にかけても晴れるところが多くなりそうですただ今日日差しがあってもあまり気温が上がりません、えー、また冷たい北風も吹きますので数字以上に空気は冷たく感じられるでしょうまた東京の八丈島では未明に50年に一度の記録的な大雨となりましたが雨が止んでも引き続き土砂災害にはご注意ください